クロロプレンゴムとは、英語名のポリクロロプレンが示すように、クロロプレンを重合させて得られる合成ゴムである。なお、ポリとは、多数の、といった意味である。略称は CR。クロロとつくことからもわかるように、構造中に塩素を含む、高分子化合物である。クロロプレンゴムの化学構造の単位。この構造が繰り返され、高分子を形成している。 C イコール C 二重結合の場所がトランスクリプション体だと見て取れる。クロロプレンゴムはニクロロマイナス1、三部多次元の重合体である。ゴムには炭素同士の二重結合が含まれる例が目立つ。ほとんどのゴムが二重結合の場所がシス体が主たる構造なのに対し、クロロプレンゴムではトランスクリプション体を取っている。天然ゴムと比べると、 クロロプレンゴムの方が耐厚性、耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れており、加工も容易である。また、ゴムに使用される場合のある硫黄も含んでおらず、燃焼させても硫黄酸化物は発生しない。しかし、クロロとつくことからもわかるように、クロロプレンゴムは有機塩素化合物であり、不適切に燃焼させると、ダイオキシン類の発生原因になるため、 廃棄の際は適切な処理が求められる。クロロプレンゴムは1931年にアメリカ合衆国のデュポン社のウォーレス・カロザースが開発し、翌1932年から製造を始めた。世界初のクロロプレンゴムはネオプレンの商品名で発売された。日本ではデュポン社の製法特許定食回避の研究のため工業的な生産は遅れ。 基本特許を利用する方法を1938年に東京芝浦電機が生産量 500kg 月の試験設備を稼働させたが1945年3月の空襲で消失した。同時期に日本タイヤや日本カーバイド工業が相次いで工業生産に着手した。石油製品の一つとして製造可能だがコークスから 酸化カルシウム経由で製造する方法もある。工業用のホース、靴底、梱包材、窓枠の機密部品、ウェットスーツ、オーリングなどに使用されてきた。1950年代にクロロプレンゴムを素材として作られた潜水服である。ありがとうございます。